皆さんこんにちは、チキです。はい、今回はですね2021年フルーキング総集編ということで、初めて総集編を作ってみましたので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。ではどうぞ。抜けないなと思った。やべえ。ありがとうございます。ね、え、マジで？マジでしょ。マジで？めっちゃん。やば。でかいな。来ましたブルソック。やばいよ。ありがとうございます。ナイスフィッシュー。かたくなに人が釣ったワーマイヤー。いやいや、そう、自分が好きなルアー。いや、そうですよね、テンション上がるかどうか。釣ったことのないワームってさ、信じらんないじゃん。確かに俺でもそうだ。私はもう最終兵器出しますよ。あ、いいんじゃない。あ、良さそう。あ、いい色だね。大丈夫、匂い大丈夫。帰る？サンルだ。あ、はい。ピーとかもですか？お、食ってる。おいおいおい。おっしゃー。よっしゃー。何？すごい。無双してますね今日。無双してる。やば。ついでこれはやばいんじゃないですか。バズるんじゃないですか。やばい、持ってるよ。いやー。ナイスフィッシュ。ありがとうございます。2本目。うわ、食った。来ました来ました来ました。ちょっと待って、でっかでかいでかいでかい、大きい、でっかでかい。やった、やった、マジ、やった、めっちゃ嬉しい。フルフスキングの方。はい、フルフスキングです。まっすぐになれ、まっすぐになってくれ。あ、やっぱ60、70はないんだ。69だね。すげえ、2人ともピタリ賞と同じですよ。69。69だったんですか。69だった。マジか。うわ、見えた今。見えなかったです。うーわ、ごめん、ハト食べたからして今うーわって感じだった。でかいの、もうすぐそこまで来た。うん、ブラウンかな、ヒレ白くなかったな。あ、ほんのに今映ってっかな、 YouTube でかかったよ。いいサイズだった。よし、やっぱ食ったね。いいよいいよ、ゆっくりで。え、高くないですか。でかいよ、でかいよ。そう曲げて、はい、焦んなくていいよ、ゆっくりよ。これね、あの超でかいから、ちなみにこれ超でかい。うん、超でかいよ。気にならないよ。おっしゃ。え、待って待って、これ、え、これ80いったんじゃね。それやば、てかパンパン。え、こんなことある。うぅ、ちょっと待って、どっち、まずこっちで、っち、次こっちで。やばい、やばい、ね、やばいやばいやばい、これマジやばい。はい、待ちました。やりました、タイニークラッシュで83センチ。でっけ、ちょっと持ち上げちゃえ、持ち上げちゃえ、持ち上げちゃえ、せーの、
重くて持てないんじゃない？結構重たいですね。じゃあ次はタモお願いします。落ちパク落ちパク、うぃー、うわー強い、こいつ超引く、怖い、イエーイ、やったー、ありがとう、思います、ありがとうございます、おめでー、来た。タモ。いや。タモ。タモタモ。タモタモ。タモタモ。カモンカモン。ああ。イエーイ。Thank you。めっちゃ元気だね。め。おお。やばいね。めちゃめちゃ。めっちゃ元気だね。やったー。おめ。あざ。かわいい、あ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 、マジ？マジで？え？待って、バスだ、バスだ、おー、おー、やったまあ、やっぱ大船釣れるんすね。やったー、うわー、めっちゃ嬉しい、1ヶ月以上カシャガシャ釣ってないやったー、よし、大会お待ちしてます。朝だから巻き入れれそうだなと思ったけど、そういう感じでもないのかな。あ、来た。来たよ。いらっしゃー。うん。はいはいはい。はーい。こっちです、よいしょ、ういー、よいしょ、ペロードしていく、よしで、7ポンドだからそこそこ引っ張ってこれるし、来た、もう1本来た、すげえ無双、無双状態になるかもしれない、これ。あー、かわいいサイズ。2本目。すげえ、今のは、ボールで、食ってきた。すごいんじゃない?2本目、また。ベローズ、スティック。ベロディでーす。やったー。おお、お、あ、いや、でか、で、あ、でも結構いいサイズかも。岸際をずっと通してたら下から出てきました。やったー、ちょっと細いけど気持ちいいあたりでしたね。でかい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 ぞ、でかい、や
ということで総集編最後まで見ていただいてありがとうございます。2021年本当にたくさん応援していただいてありがとうございました。総集編を編集してて思ったんですけど、なんか今年はあれですね、自分のチャンネルであんまりバス釣ってないなと思って、はい、来年はねもっと釣れるように、うん、まだまだ修行していきたいと思います。そして、まあ、九州関西ビッグベイト海釣り、またいろんなことにチャレンジできる1年にできたらいいなと思っております。そして春頃には第2回 ICK カップの開催も考えておりますので、まあ、コロナでちょっとどうなるかまだ確定じゃないんですけど、もし開催できたらまたたくさんのご参加お待ちしております。ということで2022年も変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあのー、良いお年を。